わからへんから。全然打ち合わせがうまくいってない。はい、シミチャンネルに来ました、はい、お越しくださいました。ね、清水光志くん、多分僕のチャンネル登録してる人でも見てると思うんやけど、軽トラとエアストリームとぐらいですかね、今ぐらいかな、はい、をやってる、登録者数5万人の YouTuber のとこに遊びに来ました。ね、今日はね、僕が、2万3000人かな、現時点で。で、清水くんが5万6千ぐらいぐらいです、うん、5万6千人ぐらいで、あとうちの嫁さんが来てて2万人、計10万人の YouTuber です。まあどうでもいい話なんだけどね。ちょっと今日はエアストリームを見せてもらいたいと思います。はい、これが2ストー2ストーのジムニーで、うん、SJ30 うん、これが2スト2ストーです。ナルディついてるやん。そうなんですよ、もうこれナルディ5台くらいのこれにして帰ってて、これ何倍？33やった33やね、買っちゃうよねこれ。そうちょうど昨日車検行ってきて。ああ、はいはい、これは2ストやねんな。そうなんです。これチャンバーもう純正ですね。純正やねこれ、純正マフラーに純正チャンバー、はいはい、うちの母親がこの箱タイプのやつ、はい、前乗って、多分クッスンが乗ってたようなやつかな、あのほらもらってた。あ、ほなこれの1個前、うん、あのタイプやと思う、うちの母親が全然動画から進んでないですけどほんまや、はい、ちまちま安いの、あのメーター今買い漁ってるんですけど、うん、次はダッシュボード作ろうかなと。これは FCR じゃないの？これは FCR じゃないこれインジェクションなんで。いや、あのインジェクションに FCR つけてみたとかやってるけど動くんですかね。え、動くんですかね。いや、多分どうなんやろな、そういう、なんて言うたんやったら内燃機系とかそういう系も全然疎いんで、うん、だからコンピューターがどういう反応するかやけど、はい、エラーを起こしながら動くんじゃん。人柱でやってみてやれるとこまでいけるかどうかですね。うん、そうな、すごいよな、このダイナミックにカットされたこの車高、車高というかこのタイヤハウスのあれね、10センチぐらい多分切ってます。10センチか。じゃあ俺もあのうち あのナンバー取ってない軽トラがあるから思いっきりリフトアップしたのかなナンバー取ってなかったらやりたい方だ、うん、やりたい方だよね。あとで出来上がったやつをどうするんやみたいな問題があるからな。校内作業車、校内作業車、いや、ダンプに改造するとかできひんのかなとか思ってるけど、ダンプは便利やんか、あると、そういうのはありやなと思ってるけどね。でも作れそうですよね。だから油圧か電動か、そうそう、うん、その辺ができたらこう実用的にはいいよねとは思ってるんやけど。そして3人もう屋根取ったらガバッとオープンカーで。そうなんですよ、後ろの処理をかっこよくできるかちょっと悩んでるんですけど、最終取るも悪いかなと思うんですけど。そうやな、キャビン外してしまったんや、そのまま1回で。ボディ作ったらいいね、前だけパイプボディには最終したいかなと。パイプボディとかパイプフレームとか、俺やるんやったらもう全部取っ払ってしまって、なんかレーシングカーみたいですから、カートみたいなのあるやん、これ取ったら、はい、そういう風にするけどな。でもまたわけのわからんものするからあれやけどまだマニアックな仕様になる気がしかせないです。そうなのよね、やりすぎると YouTube 受けへんからな。まあ、今日は、はい、遊びに来させていただいたと。いい、遠いところ。いやいや、今1時間半ぐらいやったかな、うん、清水君とはね、前回ちょっとしたオフ会で知り合いになって、まあ、森本君も一緒やってな、あの時、はい、そうですね、何人かね、YouTuber の集まるちょっとこう変わったオフ会に参加した時に、仲良くなってね、で、まあ、いつか遊ぼうかっていう話をしてたんですよね。じゃあまあ今日はいろいろちょっと清水君にせっかくなんで普段見れないこう清水講師をちょっと見せていただこうかなという感じで。はい、まあ、いつも通り、いつも通りということで、ということで、ということでからスタートって、はい、はい、じゃあということでスタートしましょう。はい、で、どうやろ、なんでこう YouTube 始めた最初？ほんまのこと言うたら、うん、GoPro が欲しかったんですよ。YouTube がやりたかったんじゃないの？じゃないんですよ、GoPro が欲しくて、うん、僕大体なんか買うとき自分に理由をつけるんですけど、うん、
まあ、YouTube GoPro 買う代わりに YouTube 一回動画上げてみようっていうのがきっかけですね、うん、じゃあ GoPro 売ってなかったら YouTube はやってなかった？やってなかったそういう理由なんやで、なんか GoPro 欲しくていろいろ調べてたら、うん、その人が YouTube やってる人やって、ほう、なんかドリキンさんっていう人なんですけど、あー、はい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 、ね、みんなも YouTube ぐらいやったらいいんだよみたいな感じやったんで、うん、まあまあ一回上げてみようっていう感じですね、うん、初めて上げた動画ってどんな動画？エアストリームで済むみたいな。あー、じゃあもうエアストリームはすでにあったってこと？あ、もう買っててやって買ってたのね。そうですね、ガソリンスタンドも買ってやってそうなんや。いや、 それを出したいから買ったと思ってた、はい、最初。ああ、 GoPro 欲しかった全然違うな。 そうなんです。そのエアストリームはじゃあなんで買ったん？エアストリーム買ったなんでなんですかね。僕もよくあんまそこに関しては理由は多分つけてないんですけど理由もなく、あのエアストリーム買うとかだいぶ変態やな僕家はいらないと思ってて、ほう、そもそもで住所不定無職、住所不定無職で最初というか仕事転々としてたり、うん、多分20代前半で10回ぐらい引っ越ししてで、なんか出張とかめんどくさい時とか、うん、車にハイエース買ってまあ寝泊まりぐらいはしょったんですよ、うん、2週間ぐらいの出張とかやったら、うん、やったらこれキャンピングカーあったら最高やなと思って、おで、それこそ会社にその時働いてるところに土地貸してくれるんやったらキャンピングカー買うからそこで転々とさせてくれみたいなことを言うたら、うん、ええよみたいな感じだったんですごい、その会社もなんかすごいフリーダムな会社やなで、そっからまあエアストリームキャンピングトレーラー欲しい欲がずっと湧いてたんですよね。でもエアストリーム一択ですね、ほぼ。まあかっこいいもんね。そうですね。まあ僕その買うときになんか、まあ、ケチ根性じゃないですけど、うん、目減りしないもんしか欲しくならないんですよ。ああ、それはわかる、うん。エアストリームもまあ買ってもちょっと損して売るぐらいで済むやろぐらいな感じで、うん、まあお金を現金あったら買えてるぐらいな感じなんですかね。うん、なんで現金を持たず。まあ貯金と一緒やな。そうですね。物で貯金するみたいな。銀行に預けてないだけっていう感じですかね。うん、まあある意味俺らが乗ってるクラシックカーとかもそういう感覚はあるよね。まあただクラシックカーの場合動かさんと動くようにしとかんとあかんからそれなりにこうコストはかかるけどね、はい、うん、エアストリームの、はい、うん、なんやろ、気に入ってるとことかさ、なんかある？あ、気に入ってるところは、まあ、一番はコンロっすね。コンロ、あのガスコンロ。そうですね、ガスコンロ、うん、で、まあ、オーブンついてて、うん、あ、 あれ下オーブンになってたね。そうなんですよ。で、さっき開けて見えへんかったわ。コンロの形やら、うん、つまみの形というか、うん、がめちゃめちゃ好きですね。色味というか。あれはアメリカ製やんな。あれアメリカ製ですね、うん、で、ガスの口の規格もアメリカ製なんでまだ使えるようにはしてないんですけど、うん、まあ、使えるようにはしたいなと、うん、料理すんの？しないんですよお湯沸かすぐらい。お湯沸かすだけのためにそう気に入ったコンロで。もう四つ口もいらないんですけど、うん、あの清水講師の下手な料理教室みたいなのやったらウケるかもわからないんでエアストリーム料理教室とかマジで料理しないですからね。あのほら、あの人オリラジの中田さんみたいに、あのエクストリーム現代社会みたいなのでエアストリーム料理清水講師みたいな合ってるん？ゴロだけですか？ゴロだけだと思う何も面白くない動画になったりして僕あのそれこそキャンプ好きやと思われたりするんですけど、キャンピングカー買ってるから、うん、あんまキャンプしないんです。しないというか、うん、得意じゃないですね。得意じゃないというか、うん、好きじゃないって言ったら語弊があるかもしれないですけど、うん、あのね、よくわかるそれ俺もね、あの株でトライアルとかやってるから、はい、めっちゃ株好きって思ってる人も多分いるんやけど、はい、まあ、そこまで、あの嫌いじゃないけどね、はい、そこまでではない、うんやっぱりネタというかね、面白さでやってるっていうところがあって、エアストリームもキャンプがしたくて買ったっていうよりも住みたいから買ったって感じなんですよね、うん、実際そのアメリカ行ったことないんで。あ、意外やなアメリカ行ったことないとか。いやでも海外ってやっぱハードル高くないですか？そんなことないのか、行くの。いやどうなの、でもまあ理由がなかったら行きにくいよね。そうですね、よっぽどね。今ほらあのちょっと通訳アプリとかさ、はい、あのポケトーク的なものもあるし、そういうのがあるとちょっと楽は楽やな、うん、それこそ2年前ぐらいスリランカ行った時に、うん、全く英語喋れんくて、うん、イミグレっていうんですかね、あのいざ入る時に
税関とかなんですかね。あなんかハワイユって聞かれて、うん、僕もあんま意味わからなくて、ハワイユすらすよ。いやでもとりあえず返しとこうと思って。焦るよな、なんかもう終わってきたら、ちょっと知ってる言葉でもさ、焦るよね、なんか。で、別になんか予習もしなかったんで、予習ぐらいしとったら分かるんですけど。ああ、そうやな。何を聞かれるとかな。そうなんですよ。うん、全然もう、ふとハワイユって聞かれて、うん、もう分からんとハワイユって返したら、うん、もう隣のやつに、こいつはフやでみたいなこと指さされて、うん、もうゲラゲラ笑われたんですよ、うん、その税関のやつら。うん。んまあ、でもよくあるんやと思うんですよ。いや、そうなんですよ。うん、もう英語喋られへん。もう絶対もう日本語ですら僕危ういっすよ。なるほど。これからよその言葉なんか多分あんま使われへん気がします。で英語まだちょっとマシやね。フランスとかイタリアとか行ったらほんまに何言ってるかわからへんから。水とかのさイタリアやったら、はい、ウォーターで通じひんねん。あそうなんす、ね、アクアって言わなかな。でそれがわからへんねんか。だから水を どの水が飲めるやつかとかもわからへんし、はい、なんかだからその英語圏はまだちょっとマシで、でも それからちょっと外れたところはほんまに何もわからへんわ。スリランカ英語量やんな確か。英語、うん、になるんすかね、うん、英語スワヒリ語が多分ね、あそうですね、元々のその言葉で、はい、でスリランカ人の友達がいるの俺も、はい、でなんかそう言ってた。で英語がでもイギリス統治があったから英語も結構言ってたかな、うん、あ面白いんかわかんないんですけど、うん、一回パチンコ屋さんで働いてて、うん、住み込みで。で、住み込み、まあまあもうその時からもう家なかったんですけど、うん、20歳ぐらいの時やったんですかね、ちょうど、うん、で、まあなんだかんだ楽しくやっとったんですけど、うん、いきなり1週間後に店潰れますって言われて。で、1週間で僕もホームレスになったんですね。1週間後それはどこの県にいた。兵庫ですね。あ、兵庫だよ。まあまあ、でもそれやったらな。淡路島なんですけど。ああ、そうですね。1週間後に亡くなったのはちょっと衝撃的やった。衝撃的やった。だから、ヤストリームでこいつでも家があるようにしようと。そうですね。まあ、その辺ぐらいからかもしれないですね。ああ、なるほどね。そうですね。移動できる家なら取られないと。はい、そうですね。なるほど。住所なかったら引っ張る車の登録ができんからあかんな。そうですね、印鑑証明出さないです。印鑑証明出さないから車庫証明の住所ないとやっぱあかんな。そうなんですよ、ね、うん、潰れて家なくなった後に、うん、僕広島の大学行ってて、うん、で大学の友達に住まして言って、うん、住ましてすぐ見つけて家借りるからっつって、うん、で広島に飛んで、うん、求人雑誌見たら、うん、CL リンクが載ってて、うん、で1回お客さんで行ったことあるわと思って行ったら、うん、明後日からキリナみたいな感じでフランクな感じで、でそっからですね。だからもう僕をホームレスから救ってくれたんはクッソンですね。そういう逸話があるんや。そうですね。なるほど、美しいな。今後のやりたいこととかは。今後のやりたいことですか、うん、野原が欲しいですね。野原。まだ漠然としてる。なんかもうまあ、平たい広大な土地というか、広大までいかんでいいですけど、まあ、自由奔放、うん、できるところが欲しいですね。でそこでこう清水ワールドを作る。ああ、そうですね。そんな感じで、はい、いろんなものを、なんか集落作りたいんですよ。あのさっきのルート65のマスターもなんか似たようなこと言ってたよね。僕あれすごい共感できて、うん、全くほぼ同じこと考え、そんなテナント貸しとかは考えてないんですけど、うんうん、なんか変人集めて、うちはそういう感じやわすでに。なるほど。うん、まあそこお客さんが来るっていう感じやけど、はい、誰かに貸してるとかってわけじゃないけど、まあ変人の楽園みたいに多少なってるかな。うん、理想形成結構楽園ですね。うん、そう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 、そういうのは確かにうちはもうなってるな、うん、ゆくゆくはそんな感じになれたらなとがとりあえずの目標ですかね。うん、なるほどね。お前止めれへんか。止められへんかね。止められた。違うわ。あ、マイクおる。まあ外でいいですよ、暑いし。どこでもいいですか。ルート65マスターです。わー、いらっしゃい。そう、いつもあのトライアルたまにね来てくれて動画見てくれてるらしいです。ガラガラして行きましょうか。いや、こっち持つんやろ。え、こうじゃないの。違うよ。こうや、こうせなあかんな。はい、こんにちは。
めっちゃ面白い。何これ。ほんまにみんな鳴らさはんのこれ。めっちゃ分からへん、それは。めっちゃなぜ。めっちゃでかいこれ。このあの口がオバキュー並みにでかくないと食えへんやつやこれ。ちゃんと焼きにしてあるんです。あ、ほんまやな。ここにこう焼きにしてあるわ。もうなんか連休とかも休みなくずっと作り続けてたからさ、もう嫌気がさしてんねん俺も。日ばってんの繰り返しなの。1日どんぐらい、もう朝から9時から5時ぐらいまで。あ、そう、終わって編集してる。だってあれぐらい戦闘、あんなバギーあの短期間でできひんで、みんなサクサクやってはるなとか言ってるけど、もう余った時間は全て突っ込んでる YouTube に。やばい。これちょっとどうやって食べよう。そうです。分解して分解して食べなあかんな、これ、うん、ハンバーガーって潰して食べるとかはなんかいろいろ種類あるんですかね、うん、これはちょっとだいぶ口がおばきゅう並みあのパテが2個入ってるわ。あ、そうなんや。あ、これな、この。今日はごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。あ、ペイペイ使える。はい、ルート65、もう多分ね、僕より有名な店なんで、あ、もうみんなツーリングが。